ニットがガールフレンドのせいで男性アイドルの歌唱力の低下を批判する中、自民 BTS の熱愛の噂はますます激しくなっている。エンターテインメント集団ハイブにとって今が最も暗黒の時代と言っても過言ではない。ミンヒジンの内部スキャンダルはまだ終わっておらず、グループの家族であるミンヒジンのスキルやプライベートな関係に関するスキャンダルが続いている。その中でもおそらく BTS が最も大きな影響を受けていると思われる。入隊のため活動を一時中断しているにもかかわらず、常に防弾少年団がハイブの盾として利用され、7人の少年たちの名を汚した古いスキャンダルを掘り起こすアンチファンの波が絶えない。最近、女優のソンダウンが自民 BTS との個人的な関係をほのめかす一連の写真や動画を投稿し、ソーシャルネットワーク上で騒動が起きた。グループ内で2番目にファンを引きつけるメンバーとしてジミンは交際報道により再び嵐の頂点に立つことになった。ファンは男性アイドルを守るために全力を尽くすと同時にソンダウンのスキャンダルを非難した。しかし、韓国では依然としてジミンの物議を醸す話題が目立っている。ジミンがガールフレンドのせいで歌唱力が低下したというコミュニティフォーラムのトピックは、現在最も騒がしい投稿となっており、50万回の閲覧を集めている。ニットは、ジミンが実際に付き合っていたことを証明する一連の詳細を明らかにした。最も明白なのはソンダウンが自身で投稿した一連の写真で、男性アイドルの実際の活動とある程度一致している。プライベート撮影のアングル、家の内部を明らかにしたもの、カップルの服装、一連のデートの詳細がすべてリストされています。ソンダウンは韓国では目立たない女優です。女優にはバーで働いていた過去があり、バーニングさんのスキャンダルにも関与していた。これにより、ジミンの熱愛の噂はさらに激しくなります。ジミンとソンダウンのデートのニュースは2020年に浮上し、二人が一緒に遊んでいる多くのビデオが公開されました。ハイブは交際を否定したが、ソンダウンの最近の行動により、世間は二人のスターの本当の関係について混乱し、懐疑的になっている。さらに、ジミンがデートし歌唱力を低下させたことを批判する意見も多く、不満はさらに高まった。2023年末のジミンのソロアンコール後、再びジミンの声に関する論争が騒がしくなった。このアンコール動画はツイッターに投稿されてからわずか1日で5000万回近く再生され、グローバルメンバーのジミンのライブ能力に対する批判の波につながった。音楽グループ、今年初め、ルセラフィムやイリットといったハイブシリーズがスキル論争を巻き起こした時、ジミンも巻き込まれた。大衆はグループのボーカルに重大な欠陥があると批判した。ジミンはもともと BTS のメインダンサーです。近年、男性アイドルのライブパフォーマンスの変動がたびたび物議を醸している。騒がしいデートの話から借りて、ニットはジミンがガールフレンドがいるのに練習に注意を払わなかったと非難し、グループのイメージを台無しにするアンコールの大失敗を引き起こした。ニットからのコメント、ジミンの不名誉な失敗についてのコメントがありました。それは多いです。ジミンがデートや同性のせいで自分のキャリアを無視し、その結果歌唱力が低下しただけでなく、最終的にはグループの才能あるイメージを破壊したという話。さらに、BTS メンバーが長年にわたってジミンファンによって中傷されてきたことに、多くのコメントが怒りを表明しました。ジミンが入隊した日、ジミンはパパがいなくなったという言葉と共に愛犬との動画を投稿した。彼は今でも予定があるときは彼女を連れてきますよね。ファンを愛しているふりをしているが、実際はそうではないことが判明。もしその時間を発声練習に費やしていたら、ライブのアンコール演奏については議論が起こらなかったはずだ。ジミンはまさに BTS の X マンです。すごいですね。アンコールは彼がガールフレンドに歌わせたためだったことが判明した。しかし、なぜ BTS ファンはこれまでこのことについて沈黙していたのでしょうか。ジミンは基本的な歌の仕事さえ上手ではありません。